NHK から国民を守る党立花隆立憲民主党小西博之を提訴へ。毎日新聞などによりますと、NHK から国民を守る党の立花隆さんが昨日の記者会見にて、立憲民主党会派の小西博之さんに対し、名誉毀損で損害賠償訴訟を起こすことを明らかにいたしました。先日、立花さんは、 YouTube に投稿した動画の中で、アホみたいに子供を産む民族は、とりあえず虐殺しようなどと発言しており、その後、そういうことをやるつもりはないと、発言を撤回しておられましたが、この発言に対して、小西さんが批判をしていたため、裁判を起こす模様です。 まあこの立花さんも小西さんも何と言えばいいんでしょうかまあどっちもどっちというふうにしか見えないんですが先日立花さんが引き起こした脅迫事件において立花さんはえ議員同士なら脅迫にはならないと主張されていたはずなんですけどもまあ今回のこの立花さんと小西さんのやり取りも議員同士と ということになりますので、立花さんには、この小西さんを実際に提訴するのかどうか、まだ分かりませんが、こういった場外乱闘ではなくてですね、しっかりと国会議員として、国会で仕事をしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただき、 ありがとうございました。